せめて保険にだけでも入っていたら。でも、もう遅いんです。もう遅いんです。おざまーす、こんにちは、スコバワーズ、カマクイでございます。ミサオパート2。カマコ編、やっていきたいと思います。じゃあ、とりあえず、この真っ赤っかになってる状態ですけども、このままの状態で、どうしようかな。一旦、前回、そうだ、前回のカマオ編の時は、この状態のままで、あれだ、トーマ。会ってなかったから、トーマに会いに行こう。トーマー。あれ?あ、そっかそっかそっか。まだ、下のあのフラグ立ててねえや。あ、というか、図書室さんに会いに行こう。図書室ちゃーん。ああ、あなたは、生徒会室にいた、かまこです。図書室、あやつ、図書室さん?覚えててくれたんですね。嬉しいです。ちょっとなんかあやって言葉が引っかかるけども、はあ、人とお話しするの何年もかな。かまこさん、私とお友達になってください。いきなり、ダメですか?まあ、じゃあお友達になるよ。僕と友達になろう。友情マン。本当に嬉しい。お友達なんて初めて。でも図書室さんってなんだか呼びにくいな。本当の名前を教えてほしいな。それなら、かまこさんが呼びやすい名前をつけてください。私、もっと素敵な名前が欲しいです。ドキドキ、ワクワク。それじゃあ。はい、ということでお待ちしました。ここで、いろいろコメントでもね、何度かいただいてたんですけども。ここで、図書室さんの名前の入力のところで、過去のマッドファーザーに関わるところの名前を入力すると、ちょっといろいろとなんかできるらしいので、じゃ、まず、これだね。どうなんだろう。これ試してないんで、ちょっと気になるところですけど、やってみます。あはははその名前はダメです。え?どうして?その名前で呼んでもいいのは、お父さんだけですからね。そうなの?うおー、なんかリアル。うわー、なんか怖え。なんかちょっと、ゾワッとした。名前をつけてやる。じゃ、マーリー、あ。あはははは。その名前、あんまり好きじゃないです。でも、かもこさんがつけてくれんなら、私、我慢します。スタップ細胞は、あります。いい響きです。それじゃあ、私そろそろ行かなくちゃ。大事な用があるから。かまこさん、困ったことがあったらいつでも私のところに来てくださいね。私なんかが役に立つかわからんけど、どんなことでもやっか力になりますから。うん、ありがとう。すごいね、ケツ感と。まあ、いろいろと試してみたんですけども、やはり一番変化あったのはアヤとマリアぐらいでしたので、まあ、わかりました。ということで、とりあえず名前はですね、あ、どうですか、名前は、はい、スカンチにしておきました。はい、ということで、じゃあ頑張りまーす。さて、そしたらば、次にあれだ、ここのイベントさっさと終わらしとこう。はいはい、助けに来たよー。って言っても死ぬんだろうけどね。いやー、ここないでー。あ、乙女、トーマ助けて。キーが高くなったな。助けない、助けないと。何か、悪霊を払う道具は、あった、消火器、消火器、ちょうどいいわ。これであの悪霊をフルボッコにしてやる。早乙女さん、よくも早乙女さんを化け物め、これでも食らいなさい。特攻だよね。で、助けてあげられなくてごめんね、っていう風に言っときながらトイレを調べると、くっさーい、くっさーい。さあ、皆さんご一緒に、くっさーい。さて、じゃあとりあえずトーマを、あのヘタレトーマをね、あれ、ヘタレトーマこっちじゃなかったか。で、そこ行ったらヒューンって落ち、あれ、落ちるとこじゃなかったか。ああ、そっかそっか。あれ?トーマもう一個上か。ああ、そうだそうだ、もう一個上だった。ここだ、ここ。で、向こうに行こうと思ったら、フィューン!ズボーンってはまるから、気をつけなきゃな。ブル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 。トーマくん!うわっ!
私、カマコだよ。カマコ、驚かせんなよ。なんで血まみれなんだよ。トーマくんって普段は強がってるけど、本当はチキンなのね。なんだと？誰が鶏だ？サトメさん死んじゃったよ。乙女が。俺のせいじゃねえぞ。俺は悪くねえからな。全部ミサオのせいだ。くそ、このままじゃ俺もミサオに殺されちまう。カマコ、助けてくれ。助かりたいなら、私に協力して、一緒にミサオちゃんを助けましょう。はぁ？冗談じゃねえよ。ミサオのせいでこんなことになったんだぞ。なのになんであいつを助けなきゃなんねえんだよ。なら一生そこで怯えてれば、ドーナ君がどうなっても、私知らないから。じゃあねー。まあ、待って、まあ、待って、カマコさん。わかった。何でも協力する。だから一人だけにしないでくれ。しょうがないな。はぐれないようにしてよね。おお、わかった。じゃあ、行こうぜ。と、情けない。そして、体が、動かねえ。顔が濡れて力が出ねえ。トーマくん、トーマくんしっかりして。よかった。まだ息があるみたい。どこか治療しないと。じゃあちょっとセーブをしといて。でも、ちょっとカマコのこの姿でどうなるか見てみたいか見てみよう。あれ？あれか。一歩進まなければ。ちょっと。もう、この中でも、うるさーいとか言ってるんだろうな。うるさーいみたいな。ゴボゴボゴボボー言いながら。カマコさん、何かお困りですか？トーマくんを助けてあげて、私のクラスメイトなの。ふぅ、てやてやしたし、これでもう大丈夫よね。スカンちゃん、しばらくここでトーマくんを休ませてあげてほしいの。ここなら悪霊も寄ってみない、来ないみたいだし。そんなの無理ですよ。こんな得体の知れない人、私、まだそういうのは経験ながら、いや、何言ってんの、私のクラスメイトだよ。トーマくん、そんなに怖い人じゃないから、ただのチキンだから、あなたを襲いかかろうとしたって、あなたが、なーにーみたいな感じに身近で強く言えば、クローマくん絶対ビビって何もしてこないから、ね、お願い。カマコさんが、そこまでおっしゃるなら。やっぱメガネの奥に控えてくる、アヤちゃんの可愛らしい表情。大丈夫かな。それにメガネ外したら超絶可愛いし。よし、じゃあセーブして、そろそろ、そうだ、バットの謎解きしに行くかな。あれ、こっちは何もなかったよな。とりあえず一旦上上がって、あ、ここから行けるわ。こっちこっち、この、わっす。バットの構え方がもう本当に様になってるよな、一番。非常口扉の鍵をゲッツ。んで、次に、アイテムで、そうだ、そのコインをここで、ジュースを買って、ぽっかりせえつ。何々を手向けようっていうことも確認して、あと、チコリータのやつ、はやってなかったですよ。はいはい、チコリータ来いよ。こっちおいで。こっちおいで。はいはい、暗用が上手。暗用が上手。あー、よしよしよし。まだ1歳になったばっかりなのに、こんなにタッチできて歩けるな。はいはい、暗用が上手。暗用が上手。暗用。ざまみさらせ。さてと、で、記述している。あれ？ここら辺か？あ、そっか、一回本を見ないといけないんだったっけ。なんかその、何やったっけな。そういうのが見れるよ。あ、違う、大丈夫です。大丈夫だよ。よし。一旦図書室さんのところで、そのチコリータのことを見た方が良かったんだけどな。あ、間違えた。あれ、どうやったかな。あ、そうだそうだ、ソルトマンドレイク、ソルトマンドレイクのことをね、はい、ポッカリセット、おめえ、ポッカリセット俺にくれるんか。サンキュー。お前いいやつだな。よく見には結構可愛いし、俺の彼女にしてやってもいいぜ。
い、これジュースなんか変なもん入ってんじゃねえか。カマコ、てめえの仕業か。そんなに俺のことが嫌いかよ。あたしじゃないわよ、失礼ね。でも何かしらこれ、鍵みたいだけど。あくそ、なにそれ。いや、もう寝る。邪魔すなよ。くそして寝るぜ。じゃあ、平行いて寝る。工藤の感動のシーンがね。工藤くん、カマコちゃん、ミサオ、これはひどい。そしてゴスーンって突っ込んできたわけ。さーてさーて、様子見に行くか。で、花を出向けようのやつも、あれこっち行ったってあれだもんな。俺塩手に、あーそうやな、塩手に入れてないから、下だ。で、トイレに行きます。トイレに行って、ここで、工藤のあられもないに工藤っぽいのが死んでるっていうね。で、ドアを開けてパーツを手に入れてちょっと待って、今なんかとんでもないこと言ったな。ミサオちゃん見つけたって感じに。おい、カマコ！この子は死体に慣れてんのか、見慣れてんのか、本当に。そういえばまだ小説、そういえば小説がリリースされて、小説もまだ読んだことないけども。なんかすげえ話だってことは、まあ、リスナーさんの何人かは聞いてましたけども。ちょっと興味あるんですよね。読んでみたいなと思って。制御するのは、そっか、ディスクがいるんか。あれ？じゃあ、あ、そっか！あと、あれか、ここだ。バットを、あ、外したらあかん。破壊！破壊！で、あ、あれ？あ、もうここからいけるんだ。もうここでいける、あれ？ここでいけるのか。よしよし。こうはいかんだき、こうはいかんだき、こうはいかんだき。危ない！もう破壊したら出てくること忘れてた。そうはいかんぞき。が、出てくるの忘れてたから。はーい、じゃあ入浴してください。見ちゃやーよ。でもこの音がおしっこしてるような音やね。カマコ、お前、風呂の中で証明したよ。あたしじゃないわよ、失礼ね。あたしちょっと屁こいただけだわよ、みたいな。それもっとあかんがな、みたいな。いた。長女のパーツを見つけた。で、あれ？ミサオちゃん見つけたって感じに言ってくれなかったな。それ期待してたのに。まあ、とりあえず洗い流せたから、これで一応倉田に会えるな。オッケーオッケー。あれ？これなんかあったっけ？ああ、そっかそっか。で、とりあえず、じゃあ、倉田先生に会ってセーブして終わりますか。こっちこっち。こっちこっち！はいはいはい、新聞なら間に合ってます。受信料も払いません。先生！はぁ、助かったよ。いや、参ったよ。地震の直後、気を失って気がついたら、ロッカーの中に閉じ込められてたんだ。どうも中からは開けられない仕組みになっていたらしい。学校の様子がおかしいな。少し様子を見てくれ。先生、校内危険です！行っちゃった。先生大丈夫かな？はい、ということで、じゃあ今日はここまでにしときたいと思います。このね、広い教室のところで、はい、今日は、かまこ先生に授業をお願いしたいと思います。今日の授業の内容は、バットでどうやって人を撲殺するかのことについて勉強したいと思います。みたいな感じでね。じゃあ終わります。以上、かまこでした。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。